皆様ごきげんよう、案内人のワンダーです。今回はアンさんが1月21日に配信した、天使たちからのメッセージをご紹介します。今回もオールさん翻訳でお届けします。2023年1月21日のメッセージ。親愛なる友人たちよ、私たちはあなたたちをとても愛しています。あなた方は人類がこれまでに経験したことのないほど急速に拡大している時期にこの地球にいます。ここ数年の挑戦とコントラストがあなた方の欲望を刺激し、非常に速いスピードで成長させています。あなたの感情は今までにないほど表面化しています。これは一部の人にとって信じられないほどエキサイティングなことです。長い間埋もれていた夢や、全く新しい願望と再びつながることができるのです。一部の人にとっては、これは非常に苛立たしいことです。なぜならあなたは自分の心の欲望を強く感じているのに、宇宙が自分の望むものをもたらしてくれるとはまだ信じていないからです。また自分が望む変化を起こせば、自分の人生や周囲の人たちを動揺させるかもしれないと恐れる人もいます。この深いダイブの中で自分がどこにいるかにかかわらず、あなたの感情が内側に生じているという事実は良いことです。あなたの感情はあなたが想像したいものを指し示し、その道におけるあなたのガイダンスを示しているのです。ある考えがあなたを興奮させ、刺激を与えたり、喜んで笑顔にさせたりする場合、あなたが焦点を当てているものに向かって進んでいると考えても良いでしょう。まだ手にしていないものを嘆いている場合、その悲しい気持ちは手に入れることができるとは信じていないものを強く望んでいることを示しています。あなたが怒っている場合、これは強力な力があなたに態度や行動を変えさせようとしていることを意味します。なぜなら怒りは種から芽が出て光に向かって成長するのと同じように、人を拡大させる力だからです。怒りはあなたが自分の欲望に反することを強く考えたり行動したりしていることを示し、そして何かを変えなければならないことを示しています。自分の感情を外の世界のせいにすることもできますし、それらのより深い価値に目を向けることもできます。それはより大きな自己、つまりあなたの内なる神との関係において、自分がどこに立っているかを理解するのに役立ちます。神はあなたが望むすべての愛情深いものを望んでいます。あなたの考えはあなたが望むものと一致していますか？一致すると気分が良くなります。あなたの考えはあなたが望むものに反していますか？そうであればあなたは不満を感じるでしょう。交通渋滞で誰かに割り込まれたとします。あなたは嫌な気分になります。あなたは彼らがあなたの気分を悪くさせたと思うでしょう。しかしあなたが嫌な気分になるのは、あなた自身の思考があなたが望んでいることに反しているからです。あなたは安心したいのです。あなたは尊敬されたいと思っているのです。あなたは礼儀正しいドライバーと運転したいのです。神の愛によってあなたは安全です。あなたは自分を尊重することを選ぶことができます。道路には何百人もの礼儀正しいドライバーがいて、あなたはそのうちの一人に注意を向けることができます。あなたの焦点はあなたの選択です。自分が望むものに集中すれば良い気分になるでしょう。そうでないものに目を向けると嫌な気分になります。この運転手は礼儀正しくない。彼らは敬意を払っていない。というかもしれません。目の前の現実の評価は 100% 正しいかもしれませんが、焦点は自分の選択であり、何を引きつけるかは焦点によって決まります。これはあなたの世界がどのように機能するかということです。今自分が置かれている経済状況を考えてみてください。多くの人は食料品の価格に注目するだけで動揺してしまいます。しかしもう少し深く考えてみると価格が動揺の原因ではないことがわかります。
原因は自分の中にあるのです。もしかしたらこれらの価格のために不足を経験しなければならないと考えているかもしれません。もしかしたら実際の価値とは何の関係もない理由で裕福になっている人たちを恨んでいるかもしれません。おそらくあなたは自分の財政状態に不満を感じています。あなたは内なる神と一致していないのです。内なる神はあなたを豊かさへと導くことができます。内なる神は他人の誠実さの欠如に焦点を当てて時間を無駄にすることは決してありません。内なる神はあなたを安心させ、繁栄を経験するための新たな方法へと導いてくれるでしょう。嫌な気分になるのはいつも、内なる神の視点とは異なる方法で人生を見ているからです。私たちは多くの外的な出来事や状況が、神の目を通して人生を見ることを非常に困難にしているとは決して主張しません。それでも宇宙を創造する力とあなたのビジョンを一致させるとき、あなたの真の力は利用可能です。信頼なる神よ、渋滞に割り込んできたこの怒ったせっかちな無意識の魂を祝福してください。たくさんの優しい人たちに感謝を捧げ、あなたの愛の中で安全に休めることに感謝します。そして私の喜びと、美しい一日と、美しいドライブに集中すれば、私は害を避けるように導かれることに感謝します。信頼なる神様、私は食べ物が高い値段で売られているのを見ています。私はこれが全く好きではありませんが、あなたの愛の豊かさ、あなたの恵みの豊かさを見つけ、感じることができるように助けてくれてありがとうございます。私たちの毎日のパン、ベリー、豆、そして肉を今日も私たちに与えてください。私たちの毎日のコーヒーとクリーム、お茶、ケーキ、そして私たちが望むものを与えてください。人間の経済力ではなくあなたを信頼します。神聖な経済の中で生きるようにお導きください。もしあなたが大切な人を悲しませているとしたらどうしますか？あなたは人間です。天国の誰もあなたにそう感じろとは言いません。それでもあなたが神の目や天国の愛する人の目を通して見るようになると、自分の永遠の性質や愛する人の至福の時間が見え始め、それまで想像もできなかったような愛を感じるようになります。時間はかかるかもしれませんが、これはあなたにも可能です。外部からの働きかけがそれを容易にするか困難にするかに関係なく、常に自分自身、自分の魂、自分の神聖な輝きとの関係が自分の気持ちを決定するのです。あなたの魂と内なる神の思考に手を伸ばすのは内なる仕事です。まるで自分がコントロールできない荒海に浮かぶ船のように、人生や他人に感情を揺さぶられ、翻弄される方が楽な場合が多いのです。船は海をコントロールすることはできませんが、安定した舵とハンドルをしっかり握ることで、自らの進路を保ち嵐を切り抜けることができます。同様に、美、善、永遠の真実、愛など、神との関係に根ざしたままでいることもできます。その現実では、あなたの周りの世界で何が起こっていても、あなたは自分の進むべき道を進んでいくことになります。嫌いな人を嫌いになる必要はありません。戦争を行っている者たちに戦争の考えを抱かせる必要はありません。欠乏を経験しなければならないと経済に納得させる必要はありません。自然の嵐のせいで自分の人生や感情が恐怖で溢れるようになる必要はないのです。嫌われ者を憎む一方で、あなたは祈り、思いやり、そして愛に集中することができます。戦争屋が戦争を起こす一方で、あなたは愛、平和、思いやり、優しさを選ぶことができます。経済的に苦しい時あなたは神の豊かさに目を向け、まさにそれを経験することができます。嵐に直面した時には祈りを捧げて親切にしてもらうこともできるし、新たなスタートの機会を得ることもできます。
チューニングにはいつも愛があります。求めるものには豊かさがあります。神の愛に安らぐものには安全があります。信頼なる皆さん、そこに焦点を当てれば外の世界が何をしていても良い気分でいられます。あなたは良い気分になることを許可されています。状況や人々がそれをより困難にする場合でも、あなたには幸せになる許可があります。私たちはあなたの良い感情を励まし、あなたがそれを見つけることができない時には思いやりを持っています。自分に優しくしてください。自分の心を大切にしてください。そして世界があなたを悪い気分にさせようとしている時は自分に言い聞かせてください。私は自分が何を選ぶかに集中できるので、自分がどのように感じるかを選択できます。他の誰かが私の心をコントロールするか、それとも私が管理するかは私が決めます。幸せはあなたが思っているよりも簡単です。世界が変わるのを待つ必要はありません。ただあなたの中の神聖なものが全てを見るように、人生と自分自身を見るために手を伸ばすだけでいいのです。あなたに神の祝福がありますように、私たちはあなたをとても愛しています。天使たち。いかがでしょうか。拙いウォールさんの翻訳でわかりづらい部分もあったかもしれませんが、要するに外の世界で何が起こっていても、あなたは幸せでいることを選択できるということだと思います。こちらで配信できないお話や、審査に落ちて配信できなかった動画などはメディアブルで配信中です。概要欄にリンクがありますので、ぜひ一度訪れてみてください。今回の動画、気に入っていただけたらチャンネル登録、グッドボタン、コメントいただけたら励みになります。最後までご視聴ありがとうございました。また次回の動画でお会いしましょう。